BB9200 系電気機関車は、フランス国鉄の直流線5 0 0 v 区間用電気、機関車である。1957年5月24日から1964年6月1日に、かけて、クルゾーロアール、10問イコールシュネーデル・ケムによって92両が、製造された。本形式は、車軸配置、2D ニア。 CC よりも軽量かつ十分な高出力を維持した BB 形機関車を開発するという SNCF の意思の結果生み出された。BB9001 から9002型や BB9003 から9004型の研究成果が盛り込まれている。本形式は特に BB ジャックマンまたは BB ムートという車両愛称の由来となった。 アンドレ・ジャックマンの着装による BB9004 型のボギー台車を再度装備している。同じ相性はフランス国鉄 BB9300 系電気機関車 BB9400 系 BB9600 系 BB9700 系 BB16000 系 BB16100 系 BB b b 2 5 1 0 0系 b b 2 5 1 5 0系 b b 2 5 2 0 0系 BB3 万型にも付与されている。本形式はまず、パリオステルリッツ駅から、トゥールーズやボルドーなど南西部方面への、長距離旅客列車の牽引に充当された。その中でもパリトゥールーズ間の、ル・キャピトールで1967年より始まった。 フランス国内の営業列車における初の最高速度、時速 200km 運転は特筆される。BB9200 型は、地中海沿岸から大西洋岸、そしてピレネー山脈のふもとまで、南西部全域の電化路線に運用範囲を広げていった。そしてパリリオン駅から南東部方面の路線においてもまた、数多くの列車において運用された。その後、 出力を向上した CC6500 系の導入により、本形式は、ル・キャピトールや、その他長距離列車牽引機の運用から離脱したが、貨物列車や南西部、南東部の各地のローカル旅客列車において、本形式は運用され続けた。1980年代末期から1990年代初頭にかけて、 LGV 大西洋線が開業し、TGV オットランティック編成がパリから南西部方面への長距離列車に運用されるようになり、余剰となった BB7200 型が転用されたことで、本形式は貨物列車とテルから次第に運用を離脱することになる。2003年から2004年にかけての老朽化と輸送量減少による、 貨物列車からの運用離脱後、うち48両は2006年初めの時点で常時、稼働状態にあったが、2007年には、テル用に配属された29両にまで減少した。そして15両のみが、イルドフランス地域圏とサントル地域圏との間で運行されているが、これらも2011年中には運用を離脱する予定である。このほか、 パリル・マン間の路線では2両が運用されている。BB ・ルージュと称された6両の b b 9 2 0 0系キャピトールはフランス国鉄史上初の最高速度時速 160km 以上での定期旅客列車を牽引した高速機関車であった。モンパルナス駅停車中の BB9208 号機一部を掲載。内は初配置年。 1960年代末期の SNCF のロゴには本形式外装として用いられている。ありがとうございます。